まだ一缶目だけど酔っ払いましたよね。めちゃめちゃ酔っ払ってます。今日朝から何も食べてないから五臓六腑がすごい吸収してます。バチバチに昼に飲むっていうのは結構酔っ払いやすいかもしれない。朝なんか食べました？食べてないっすね。でも寝起きにビール飲みました。え？うん、なんかマジ？うん、すごい気ままな。テンション上げなきゃなと思って。じゃあこれ2本目ってことですか？そう、一応ね。裏切り者、私が働いてる間飲んだんだ。え、私はもう完全に午前中仕事して。いや、偉い。生放送っすもんね。あ、そうそう、生放送だったんですけど、朝からその顔面とかちゃんとするのどうやってんすか？顔面を前の日にこうやったりするんすか？寝る前何もしてないですよ。メイクさんがしてくれるだけなんで。マジか。はい。あ、そういう話じゃなくてです。いや、寝起きで僕も YouTube 撮ったりするっすけど、もうすごいむくんでるし。いや、むくみます。お酒とか飲んだりとか、めちゃめちゃ塩っぽいもの食べたらむくみますよ。そっか、うん、それ気をつけてるんですか普段から？なんかいっぱいお水は飲むようにしてますけど。あ、まあそんぐらい。でもとりあえずちょっと酔っ払ってますね。大丈夫ですか？なんか滑舌が多分絶対悪くなると思います、この後。まあ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 、酔ったふりかもしれないなって思ってますけど。いや、もうね、早くね、すきっぱらだから食べたいわけで、まあ、朝からねビール飲むっていう。あ、待ってください、ちょっと待ってください。今俺やりたいこと思いつきました。何ですか？マッポングランプリこれやった方がいいですよね、最初。あ、やった方がいいと思う、はい、こんにちは、うん、藤井町屋です。あ、待って、私は今第何回だっけ。そして今日第6回、はい、スケットはこちら、はい、こんにちは、オードリーターンです。何なのこのまま毎回。もうツイッターのハッシュタグに名乗りクイズの答えを書くっていうくだりも説明したりしなかったりしまくってるっていう。あ、そうだ、名乗りクイズで、この私がなんか著名人っていうんですかね。そうですね、その名前を言うので、それが誰か当たったら松島さんからポッキー1本が送られます。イエーイイエーイ。あとこの売れてないメロコアバンドみたいな T シャツ、うん、これ RG さんの T シャツなんですよ。あ、ほんとだ。そう、あるある言いたいT シャツ。あ、すごい、あるあるって書いてる。めっちゃ汗かいてる。すごい白いゴミがいっぱいついてる。なんでそういうこと言うんですか？真っ黒に見えてますから。こっちの人は真っ黒に見えてる。一回でも洗濯したら白いゴミつきまくっちゃった。ネットに入れたらいいんじゃないですか？嫌です。嫌です。絶対入れません。まあ、嫌だっていうなら。マッポーグランプリとは、はい、マッポーグランプリとはプライベートで友人が一人もいなく、世間知らずで社会不適合者である MC 松島の人間力を大喜利によって鍛えよう、そして大喜利を通じてまともな人間になってもらおうというラッパー育成バラエティなのだ。酔ったふりうまい。いや、酔ったふりなのかい、これ。酔ったふりうまいな。でもね、本当にあんま頭振ったらやばい。スキッパラは本当にやばい。ゲボ吐いてくださいよ。いや、いろいろ最低。YouTube 多分ゲボとか映ったら広告つかなくなるけども、広告も諦めてもうゲボでバズるっていう。バズるかな、ゲボバズり。ほんと、あ、でもそう、やっぱそういうなんかあるんだ、こう汚いものはダメです。そうそうそう、暴力とかもダメだし、あと人が死んだ話とかも広告つかないんですよね。もう結構しっかりチェックしてんですね。そう、なんかわかんないけど、どうやってチェックしてんだろう。なんか多分 AI があるんですよ。はい、じゃあ今日のお題を出します。今日の大喜利のお題は、すごい、なくなった。うん、もう酔っ払って。はい、こちらです。じゃじゃん、誰にも言えないアンパンマンの秘密は。これちょっとあれですね、ありがちなのがさ、つぶあんとかさ、こしあんとかさ。なんでそういうこと言うんすか？いや、なんでそういうこと言うんすか？いや、ありがちじゃん、これは。まあ、だから、はい、松、まあ、島さんなら超えてくれるんじゃないかなっていう。いや、もうすごい思いつくなってる、自然と。もう思いつきました。すごい、うん、6回目にしてもう思いつきましたよ。ちょっとただね、うん、はい、この、あ、この北吉川持参の、はい、何これ、レジャーシートっていうんですか。そうそう、レジャーシート。レジャーシート、いかんせん私ピクニック好きですからね。そのこんなこと普通大人はやりませんよ。え、なんで？
ピクニックなんて。え、私しょっちゅうしますよ。そう、おかしいんですよ。あ、北さんが。おかしいのか。おかしいんですよ。いや、私この夏何回したかわかんないですよ。いや、そんなね、何回もピクニックするなんてね、うん、もう頭がぶち壊れてますね。あ、でもよく言われます。よく言われる。お腹減った。はい、というわけで、今日はピクニックマスター北吉川によるピクニックとはこうやる講座。まあ、ピクニックに必要なものをじゃあまず軽く説明します。あ、そんなちゃんと、はい、まず一つはこちらです。レジャーシートですね。これは3コインズで買いました。ちょっとちっちゃめで、2人で座ったらみちみち、4人で座ったら3つです。そんな感じのレジャーシートが1つです。あとは食べ物はい、はい、食べ物ね、さっきデパ地下で買いましたから。デパ地下で食べ物を買うなんて本当頭ぶち壊れてますよ。やっぱね、作ってきてもね、人の作ったものってね、食べたくない人もいますから。あと何より美味しい、うん、今回はあれですよね、お互い食べたいものを買ってきたんですよね。いや、僕は何にも食べたくないんで。じゃあ食べないでください。私が食べます。いや、ちょっと何買ってきたんですか。私が買ったのは、いや、これ美味しいんだよね。こちらです。じゃじゃーん、ピント合ってるかな。これ何だと思いますか。いや、わかんない。寿司、寿司ですかこれ、うん、寿司です。寿司じゃなくて、なんだっけこれ。あ、そう、サンマルコ。乗りツッコミしてください、乗りツッコミ。これ寿司ですよね。あ、そうかそうか、もう一回やって。乗りツッコミしてください。乗りツッコミって出てるんだっけ。あ、す、あ、あ、オッケーオッケーオッケー、わかりますか。イメージ湧きました。はい、これこちらです。お寿司。そうそう、これ美味しい寿司なんでね、新鮮なネタが乗っていて、大将が握ってって、これ寿司やないやないかーい。ね、もうめっちゃ恥ずかしい。 あざといですね。はぁ、うわ、あざとい。そのノリツッコミの知識があるから、あざといに触れるタイプの知識あるあざといですね。え、どういうこと、どういうこと。まあまあ、いや、いいです。コメント欄にはみんな分かってると思う。え、怖い、やだ。あざといなっていうので、これは、はい、本当は何なんですか。これはなんか、これはね、サンマルコっていうね、この北海道のコロッケクラブなんですけど、これ下が芋なんですよ。その上になんかいろんな具材がモリモリになってて、まあ、とにかくただただうまいっていうやつ。じゃあ芋でできてるんですね。そう、芋でできたこの箱舟に美味しい具材が乗って、箱舟箱舟、はい、え、恥ずかしい。 見えません船に。いや、まあまあまあ、わかんない、これが箱舟っていうやつです。すげえな。グルメリポートみたいなのもしょっちゅうやってますよね、北さん。ああ、確かにリポートしがちですね。え、もちもさんのやつは次。あ、待って、いや、これもうね、もう時間がない。そう、いい時間だから、1問答えて、お腹減ったよ。もう来週に行きましょう。次の食べ物。まだ食べれないの、来週まで。もうお腹減った。はい、できました、答え。はい、じゃあお題を読みます。はい、よいしょ。じゃあお題はこちらでした。じゃじゃん、誰にも言えないアンパンマンの秘密は。まあ、別に恥ずかしいことじゃないんだけど、ちょっとみんなには別に言わなくていいかなっていう感じ。 VIO をやってる。ああ、はい、脱毛ってこと。そうそうそう。確かに。あ、全部やっちゃってるってこと。そうですね。はい、じゃあ締めの挨拶。はい、ということで、今週もマッポングランプリご視聴いただきありがとうございました。ご意見、ご要望、いろいろコメント欄に書いていただけたら嬉しいです。もうちょっとあれですね、じゃっけ、また来週も見てくださいね。バイバーイ。